古川橋駅前に混流されている古川橋の記念碑古川橋駅は大阪府門真市末広町にある京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は KH14。京阪本線開通と同時に開業した駅で開業時門前駅古川橋駅、茅島駅間は3カ所の併用軌道区間と専用軌道が混在する区間だった。 昭和6年に平洋軌道区間は専用軌道に改められた。1970年代に入り、沿線人口の増加に伴う京阪本線の利用客増加に対応するため、京阪本線では複々線高架化工事が開始され、まず地上の在来線の南側に複線高架橋を作り立体交差化。その後に地上線を撤去した後に高架橋を作って、 複々線高架化する手順で行われた。古川橋駅では、まず1977年7月に、大阪方面域の線路とそのホームが高架化が完成。続けて、現在の大阪方面域沿線になっている部分が作られ、1978年7月の京都、方面域線路は高架化したときは、 現在の京都方面域中央の沿線の線路部分の上にプラットホームを仮設、地上線後に高架橋を建設された。仮設ホームは1980年2月2日の終列車後、始発までの間に撤去、同年2月3日の始発から京都域ホームも現在のホームを使用を開始した。複々線高架化後、 高架下にショッピングモールや駐輪場が建設された。その後も、駅利用者の利便性工場に空調付き待合室の設置、バリアフリー対策も兼ねて、エレベーターや車椅子対応しおむつ交換台を備えた多目的トイレが設置された。通過線2本を挟んだ相対式2面2線のホームを持つ高架駅である。改札、コンコースは2階、ホームは3階にある。 改札口は一箇所のみ。改札外にコンビニロッテリアドトールコーヒーがある。2007年12に上下各ホームとコンコースを結ぶエレベーター及び改札前と地上を結ぶエレベーターの計算機が設置された。プラットホーム2019年度の特定日における1日の乗降人員は21,929人である。運転免許試験場への最寄りということもあり。 普段からの利用が多い。各年度の特定日における一日乗車、乗降人員数は、下表の通り。幸福本通り商店街古川橋本2、商店街イオン、古川橋駅前店京阪バスが運行。停留所名は、古川橋駅。ありがとうございます。